Our Lady of Guadalupe appeared on Tepeyac Hill to Juan Diego, a humble peasant farmer in Mexico, on December 12, 1531. It was just before dawn, and Juan Diego was hurrying to... 1531年12月9日のこと、メキシコ、グアダルーペのインディオ、ファン・ディエゴの前に聖母が現れたとされる。聖母は司教に聖母の大聖堂を建設する願いを伝えてくれるように求めた。ディエゴは病気の親類の助けを求めに行こうとしていたため、話しかけてくる聖母を振り切って走り去ろうとした。すると聖母は彼を制止し、親類の回復を告げた。ディエゴが戻った時、病気だった親類は癒されていた。聖母に司教へ印として花を持っていくように言われたディエゴは、花をマントに包み司教官に運んだ。司教官に花を届けた際、ディエゴのマントには聖母の姿が映し出されていた。ファン・ディエゴは2002年に列聖された。また彼が聖母を見たメキシコ市近郊のテバヤクの丘には巨大なグアダルーペ寺院が建てられた。1537年、ローマ教皇パウルス3世は、インディオは理性ある人間として扱われるべきという戒勅を発し、植民地におけるインディオへの迫害を禁止した。広島やし、浜松市、ジャパン。We encourage you to shop for her items by clicking on... Miss Madeline Anderson wrote to me on July the 27th, 2016 as follows. I would say the most, not secret, but magical in America is likely...Our Lady of Guadalupe, thousands and thousands of Americans trust and rely on the magic of Our Lady of Guadalupe. And also, please see Kwan Yin at Joe's house of Weaverville, very magic like Our Lady of Guadalupe. Are Our Lady of GuadalupeAnd Kuan Yin one the same? アメリカ在住のマリリン・アンダーソンさんという方からメールが届いています。アメリカで最も不思議なことといえば、Our Lady of Guadalupe ではないかと。そしてもう一つ、Kuan Yin。寺院を挙げてくださいました。で、今日はその二つについて検証してみます。今、皆さんにご覧いただいているのは、1531年12月9日に、ファン・ディエゴという人の前に現れた聖母マリアということになります。このような形で、つまり様々な形でこうした記録が残されているということになります。もう一つはですね、ジョスハウスのクワンイン寺院と呼ばれているところです。が、このクワンイン寺院はですね、ゴールドラッシュの頃、1874年に中国系のアメリカ人の方たちによって、建てられた寺院ということだそうです。で、まあ、特に調べてみましたが、目新しいものはありませんでしたので、今日は割愛させていただきます。これがクワンイン寺院の内部だそうです。
それでは皆さんをメキシコシティ近郊のグアダルーペ寺院に案内します。ファンディエゴは2002年に列聖されています。聖人に加えられています。これがグアダルーペ寺院です。巡礼地としてはカトリックの中でも最大規模の巡礼地になっているそうです。いわゆるまあ訪れる信者の数では世界で第3位にランクされています。で、このグアダルーペに聖母マリアが現れたというわけです。で、このレイディ、マドンナのですね、この像を見て気がついたのがこのマントなんですね。注意深くご覧ください。で、これがまあ最も広く紹介されている絵なんですけども、そのマントには8方向に伸びる星が描かれています。8方向に伸びる光がですね、星が描かれています。そこに注意してください。8方向です。で、この8方向に伸びる星、あるいは星型はですね、シュメール、メソポタミアではですね、神を表す文字としても、使用されていました。これは私が35、6年前に書いた本ですけども、この中央のくさび型文字がそれです。星イコール神、イコールってことになるわけですね。発音はディンギルと発音します。ですからまあ、ただ単なる星ではないということですね。で、これはミトラ教の神事の様子を表したものですけども、その壁に同じ記号が書かれています。一見すると星のように見えますが、星ではありませんね。注意深くご覧ください。このように天井に8方向に伸びる星が描かれています。で、その中央のくさび型文字と、今のミトラ教の神事の様子の中に描かれていた、この星と比べていただくとわかりますように、正確にくさび型文字の神を表す、まあ文字をですね、表しているということになります。ただ単なる星ではないということですね。そして、これが基本となり、まあこれがアヌ王を表しているのかもしれませんけども、基本となり、イスターのシンボルマークが出来上がったと、私、林浩氏は判断しています。まあ、丸の中に示したのが、8方向に伸びる、まあ、星ですけども、これはイスターのシンボルマークです。イナンナ、イスターのシンボルマークです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。日本でもイナンナと呼ばれていました。イナンナ、イスターのシンボルマークです。これはバビロニアに見つかっているアーティファクトですけども、日本の縄文ヴィーナスとコンセプトを同じにします。ともかくも、左はマリアイコール8方向の伸びる星がシンボルですから、マリアイコールイスターということになります。まあ、このようにして繋がっていくということですね。こうした私、林浩氏の説の一方で、まあ、ローマンカトリックの方は、どのように説明しているか、ということですけども、まあ、星は星なんだと。で、これは、聖母が海の星であることを示していると。いわゆるシースターですね。論ですね。で、別の公式のサイトにも、次のように説明してあります。ここが重要なところですから、正確に翻訳します。聖母のマントの星は、聖母が天国からやってきたことを示す。聖母は天国の女王としてやってきたが、聖母の目はつつましく、そして慈愛に溢れている。星はまた、この像の超自然的な性質を示している。1983年に出版されたメキシコのジュアン博士の研究によれば、像に表現されている聖母のマントの星は、
1531年12月12日、冬至の時、その夜明け前の朝に現れた星々を正確に示しているという。なお、続く動画の中で詳しく説明しますが、ローマ法王の紋章は変更されています。左が従来のローマ法王の紋章です。右が現在の法王の紋章です。星の形に注意してください。左は五方向に伸びる五芒星です。右は八方向に伸びるイナンナ・イシュタールの紋章です。で、結論ということになります。1531年、つまり、レオナルドなる画家が死んだとされる1519年から数えて12年後のこと。メキシコのインディオのファン・ディエゴが聖母マリアに会ったということになります。コロンブスが初めてアメリカ海域に入ってからでもたったの39年後のことです。そのマリアのマントには八方向に伸びる星が描かれていたというのです。もし海の星であるなら、歴代の法王の紋章のように五方向でもよかったはずです。八方向ではなく五方向でもよかったはずです。つまり八方向などという星はメキシコのインディオであったファン・ディエゴが知るはずもないことだったのです。が、マントには八方向に伸びる星が書いてあった。つまりこれは、星は星でも、私、林博士は、イナンナ・イシュタールのシンボルマークの犠牲、もしくはさらに言えば、メソポタミアでいう、神を表す、楔形文字であったと判断しています。が、この事実は、現在のカトリックにとっては、とてもまずい話ということになります。マリアイコール、イナンナ・イシュター説を裏付けることになってしまうからです。あるいは、バビロニアの神説を裏付けることになってしまうからです。だから、カトリック側は、海の星、つまりシースターと位置づけている。わかりやすく言えば、ファン・ディエゴの前に現れたレイディ、つまりマドンナは、自ら、イシュタール・イナンナを、こういう形で、名乗ったということになります。つまり、私、林博士の、マリア、イコール、イナンナ・イシュタール説が、図らずも、このような形で、ファン・ディエゴの証言により、裏付けられたということになります。繰り返しますが、八方向に伸びる星は、金星を表し、それは、イナンナ・イシュターの、シンボルマークなのです。1531年にファン・ディエゴの前に現れた聖母は、その八方向に伸びる星のマークを身につけていたのです。私はイナンナ・イシュターなのよ、とです。聖母マリアはイナンナ・イシュターだったのです。マリリン・アンダーソンさんからのメールから、私は以上のような情報を読み取りました。マリリン・アンダーソンさん、どうもありがとうございました。続く動画の中で、さらに私の説を詳しく説明します。Bye for now. Wikipedia writes about Easter.As follows. Ishtar is a Mesopotamian East Semitic, including Akkadian, Assyrian, and Babylonian goddess of fertility, love, war, and sex. She is a counterpart to the earlier attested Sumerian Inanna and a cognate for the later attested Northwest Semitic Aramean goddess Astarte.Ishtar was an important deity in Mesopotamian religion, which was extant from
3500 BCE until its gradual decline between the 1st and 5th century CE in the face of Christianity. A Hiroshihayashi, however, claimed that we have been visited by Ishtar after that and even now as ever before. Here I can show you a very strange link between Ishtar and Buddha, as a matter of fact, Buddha's father, in another version of a human's history. 女神中央の女神、それがイシターということになります。今まで私、林博士はローマ字方式でイシタールと勝手に呼んでいましたが、この動画から英語式に改め、イシターと呼び方を変更します。そのイシターはシュメールのイナンナに対応します。ウィキペディア百科事典によれば、メソポタミアの宗教においては、紀元前3500年頃から紀元後1ないし5世紀まで重要な存在であったということになっています。が、イシターはその後もたびたび私たちの前に姿を現しています。その一例が1917年、ちょうどロシア革命と時同じくして起きたファティマの踊る太陽事件です。人間の歴史においても UFO の目撃事件としては最大規模のものです。この動画の中では、そのイシターとブッダの不思議な関係、つまりイシターとブッダをつなぐ謎のテント線について皆さんにお伝えします。ヒロシ、ハヤシ、ハママシティ、ジャパン。まず皆さんに話しておきたいことはですね、これは女神に限らないことですけども、古代の神々は人間と接するときにはお面、マスク、あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっていました。これはイシターです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。右のようなお面だけのものも見つかっています。この両者は全く同じです。つまり、左のイシターの像は、右のお面をかぶったイシターであるということになります。最初にお面をかぶっているという点に、どうか注意してください。左のこの写真はですね、どういうわけか目が黒く塗りつぶされています。お面の方も黒く塗りつぶされています。私が黒く塗りつぶしたのではありません。まあ、つまり何かまずいことがあるということで、このように黒く塗りつぶしたのではないかと私、林博士は考えています。で、これらがお面であることはですね、右の模式図を見ればわかります。頭の後ろに、そのお面といいますか、ヘルメットを留める、バンドのようなものが描かれています。つまり、こういう形で、古代の神々は、お面、マスク、あるいはヘルメットをかぶっていたということになります。もう一度、この写真を見てください。右の写真が手に入りました。目の中が見えます。そして左が黒く塗りつぶされた同じお面ということになります。では、イシターの話に戻ります。イシターです。左のレリーフはですね、リリトと言われてますけども、これもイシターです。比較してみるとそれがよくわかります。で、右のイシターの像が、これがお面をかぶった像であるとするならば、まあお面をかぶっているわけですけども、左のレリーフのこのイシターもお面をかぶっていると判断されます。ヘルメットの形も同じです。で、細部を比較していきますと、同じということがわかります。中央もイシターです。なぜお面をかぶっていたか。まあそれには、つまりですね、お面をかぶらざるを得なかったということが考えられます。つまり、人間と接するときには、お面をかぶっていたということになります。
このイシュターは日本の縄文イナンナとつながります。縄文イナンナです。そしてこのような土偶が見つかっています。ヘルメットに注意してください。右2つ上下比較してください。そして右がイシュター、左もイシュター、中央もイシュターということになります。お面をかぶっています。縄文イナンナのお面も内側に彫り込んであります。一番右がバビロニアで見つかっているイシュターです。まあ、こうしてつながっていくということですね。皆お面をかぶっているということです。そしてバビロニアで、縄文イナンナと同じコンセプトで作られたアーティファクトが見つかっています。イシュターです。お面をかぶったイシュターです。そして左が縄文イナンナです。シュメール、日本ではイナンナと呼ばれていました。やはりお面をかぶっています。今日の第一のポイントは、女神のみならず神々も皆お面もしくはマスクあるいはオーバーロールヘルメットをかぶっていたという点です。ここでブッダの話をします。これは苦行中のブッダということになっていますが、これはブッダではありません。ブッダの父親のフトダナガウタマです。台座のところにゾラスタ教の神事が浮き彫りになっている点に注意してください。フトダナガウタマです。ペルシャのペルセポリスの碑文にその名が残っていました。で、このまあブッダのお父さんですけども、一応ここではブッダとしておきますけども、目に注意してください。どうも目がはっきり言えばおかしいですね。まあ、ぐんとくぼんでいて、そして目の中に目があります。そしてこれら4つの像は髪の毛を見るまでもなく、目が別々の像です。で、この中のこの像に注意してみます。注意深くご覧ください。目の中に目があります。瞬膜かもしれませんが、目があります。で、これは私はオーバーオールヘルメットをかぶったフトダナガウタマであると判断しました。ブッダのお父さんです。で、この目に注意してください。青い線の下にあるのは、これは下まぶたではありませんね。目の中に目があるということです。で、このフトダナガウタマの目と先ほどのイシュターの目を比較してみます。左がイシュターの目です。右がフトダナガウタマの目です。まあ、この両者は大変奇妙なことに目が、まあ、落ち込んでいると言ったらどう表現したらいいのかわかりませんけども、まあ、見た感じオーバーオールヘルメットをかぶっているかのように目が奥の方に表現されています。そして左の方は目がつり上がっているのが見えます。わかりますね。いわゆるトカゲ、目をしています。で、右の方は、スタダナゴータマの方は目が、まあ、丸いですけども、オーバーオールヘルメットをかぶっていると、私、林博士は判断しました。で、注意深く比較してみると、左のイシュターの目は、いわゆるまあ、つり上がっているということですね。そして、まあ、細い目が描かれている。まあ、これがですね、イシュターの像がですね、黒く塗りつぶされていた理由だと私は考えています。まあ、これはたまたまそういった絵が手に入ったわけです。で、さらに比較してみます。左がイシュターで、右が一応、苦行中のブッダという名前のついたフトダナガウタマ、すなわち、ブッダの父親です。下の台座を見てください。ゾラスター教の真珠をしてますね。で、それはともかくも、左の像も、これもイシュターです。そして下に出したのが、ファティマのレイディーです。ファティマの踊る太陽事件の時に目撃されたレイディーですね。そして右がフラットウッドモンスターと呼ばれているエイリアンです。で、この両者をこれから比較しています。左がファティマのレイディ、そして右がフラットウッドモンスターです。
ファティマのレイリーについて、スペイン在住の視聴者の方より、こんな資料が届きました。これがファティマのレイリーだそうです。3人の子供たちの証言をもとにして描かれた絵だそうです。向かって一番右にいるのがルシア、あるいはルキアです。当時10歳でした。で、これらの子供の証言に基づいて、ファティマのレイリーの絵が描かれたということです。で、この絵について検証してほしいと、そういった依頼を受けました。ファティマの聖母と呼ばれています。で、三人の子供に、なんとか、と言いますか、逆に三人の子供の前に現れたということですね。で、これが、ファティマのレイディの絵です。で、比較してみますと、左がイシターですけども、コンセプトが大変よく似ているのがわかります。イシターは、豊穣の女神とも呼ばれていましたから、まあ、体中に卵のようなものをぶら下げています。でも先にちょんとしたとんがりがありますので、卵ではないと思います。ともかくも、このような一風変わった衣服を身につけていたということですね。そのコンセプトが、中央のファティマのレイディのそれと大変よく似ています。両側はイシターです。そして、頭の周りの、まあ、降臨といいますか、輪にも注意してください。まあ、ここまで類似していると違うという判断を下す方法が無理ではないのでしょうか。よく似てると言いますか。コンセプトが同じということですね。つまり、中央のファティマのレイディはイシターの可能性が大変高いということです。で、イシターというのは実はマリアのことでした。マリアイコールイシター説、バイ林博士を、説明する前に、フラットウッドモンスター事件について話しておきます。1952年9月12日、ウェストバージニア州で大変奇妙な事件が起きました。ここがその事件の舞台となったフラットウッドです。ここに、まあ、UFO が墜落というか着陸したわけですね。まあ、そうした事件が起きました。そして、そのフラットウッド、ここでですね、こうした、まあ、怪物が、モンスターが、子供たち、そして何人かの人たちによって目撃されました。その事件なんですね。で、この事件の直前に、あの、ワシントンパニック事件というのが起きています。ワシントンメリーゴーランド事件というのがそれです。で、全米がですね、大変神経質になっていたときに、この事件が起きたということです。フラットウッドモンスターです。で、これは2014年にその調査をした方の、記録ということになります。
で、その後、まあいろいろな、まあ絵が描かれ報告書があり、そして何冊かの本にもなりました。フラッドウッドモンスター事件は、まあ嘘でできる話ではないということですね。その時に描かれた絵がこうして紹介されています。後ろにハート型の光背のようなものも表現されています。で、空中に浮かんでいたということなんですね。そして左の子供たちが、その、まあ、エイリアンらしき、まあ、エイリアンですけどもね、を目撃したと。そして、いろいろな絵が残されました。これが今、最も、よく知られた絵ということになります。で、それについて、ウィキペディアの方ではですね、まあ、詳しく解説しています。で、実名も載っていますので、まあ、これをですね、集団ヒステリーって言いますかね、幻覚であったと片付けるのは、少し無理があるのではないでしょうか。まあ、ともかくも、私自身は、この事件は、あったと判断しています。その上で、話を続けていきます。まあ、後の判断は、皆さんにお任せしますけども、これがよく知られたフラットウッドモンスター事件ですね。1952年の9月12日に起きています。まあ、その時の様子が詳しくこのように記録に残っているということになります。で、私はですね、この事件そのものと言いますか、そのものよりもですね、その、目撃した人々の証言に基づいて描かれた絵の方に、まあ、注目してみました。この女性が実際に見てるわけですね。そしてこのような絵を描き残したということになります。で、こうした、まあ、健康被害も出ているということです。これも詳しく、調査されています。で、これについて、まあ、やはり、まあ、なんて言いますか、例によって例のごとく、集団ヒステリーであったと。あの、ファティマの踊る太陽事件も、集団ヒステリー事件というふうに言われています。10万人近い人が同時に目撃したにもかかわらず、集団ヒステリーだったというわけです。しかもその踊る太陽をですね、遠く離れたところから、ベランダから、まあ、ほとんど水平に、その踊る太陽を見た人もいます。まあ、その話はこの動画の後につなげておきますから、興味のある方はまたご覧になってください。ともかくも、このフラットウッドモンスター事件というのは、あったということですね。で、大変奇妙な今乗り物に乗っていますけど、これと同じ乗り物がアステカでも見つかっています。まあ、今日はその紹介はしませんけども、まあ、筒型の乗り物です。それと同じものがアステカでも見つかっています。で、これはまあ全米で、まあ、いわゆるワシントンパニック事件の直後であったということもありまして、全米で、まあ、センセーショナルな、話題となったということです。アライグマかフクロウをか何かの動物を見て怖くなって逃げ出したのだろうという保安官の推論も取り上げられたと。まあ、やがて騒ぎは沈静化したということなんですね。まあ、これがフラットウッドモンスターですと呼ばれている、まあ、エイリアンということになります。で、この事件を調べているときにですね、まあ、こうしたイラストも描かれているわけですけども、私は大変奇妙な事実に気がつきました。それをこれから皆さんに紹介しますが、このフラットウッドモンスターは何かしらこう、まあ、なんて言いますかね、宇宙服のようなものを身につけていたということらしいですね。そして中にはこのような
まあ、なんて言いますか、生物らしきものが、目撃されたということで、その目撃証言に基づいて、このような絵が描かれたものと、私、林修士は判断しています。で、これが、まあ、フラットウッドモンスター事件をですね、実際にあったとするならば、これは、その事件に現れたエイリアンということになります。話を先に進める前に、もう一つ重要な点について、帽子を固めておかねばなりません。これはバチカン発行の美術集です。そのバチカン発行の公式の美術集の第1ページ目にこの絵が紹介されていました。この絵の頂点と、そしてやや下がったところに、実はイシュターとシャーマン氏の文様が描かれています。これが八方向に伸びるイシュターの文様です。それが、そしてこれが太陽をかたどったシャーマン氏の文様です。太陽の光線を表しています。左がシャーマン氏。そして右がイシュターの文様です。中央がバウンダリーストーンです。中央に父の神を置いています。左のシャーマン氏と右のイシュターは兄弟であったと言われています。左は太陽をかたどっています。右は八方向に伸びる光がですね、金星をかたどっています。太陽系の惑星を外側から数えますと、金星は、まあ、8番目ということになるわけですね。で、その文様がローマ法王の近辺にも描かれています。注意深くご覧ください。中央はやや見にくいですけども、これはシャーマン氏の文様かと思われます。右もシャーマン氏の文様かと思われます。で、これがシャーマン氏の文様です。右がイシュターの文様です。八方向に伸びる金星を表しています。そして、それを合体した文様も実際に使われています。つまり、バチカンではですね、私が鐘で説いているように、イエスがシャマシであり、マリアがイシュターであるということを していたということになります。さらに別の角度から検証しています。バウンダリーストーンです。これはもう一つのバウンダリーストーンですけども、このバビロニアのバウンダリーストーンの中では、頂点にイシュターが立ちます。八方向に伸びる金星をかたどっています。これがイシュターの文様ということになります。なあじ、イナンナイシュターですね。そして右がシャマシロの文章ということになります。太陽をかたどっています。そして、シャマシの頭に注意してください。歴史上初めて降臨が、この頭の周辺ですね、が現れるのが、このレリーフです。そして光線が四方八方に伸びています。太陽を表します。そしてイシュターは豊穣の神とか、いろんな名前で呼ばれてますけども、月の女神でもありました。頭に月のをかたどったですね、冠をかた、をかぶっているイシュターの像もいくつか見つかっています。この黄色いのが歴史上初めて現れる降臨ですね。これが後のキリスト教の降臨となっていったと林博士は判断しています。ハローがこのように歴史を初めて現れたということですね。で、イシュターとシャーマシュですけども、まあ、私の考えによれば、メトラ教の流星に危機感を抱いたイシュターと、まあ、特にイシュターですね、シャーマシュと組んでキリスト教を立ち上げます。それが現在の、カトリックとつながっていると。まあそういうことになります。で、もう一度ここを確認してください。ここに、イシュターの文様、右の方にシャマシの文様が描かれています。まあ、このように、こちらのバウンダリストンでは、神を頂点に置いて、二人の神が立つってこと、立ったということになるわけですね。で、そのことをですね、実は、イエズス会の
修道士たちもしていたということになります。これは現在の法王のフランシス法王です。フランシス法王はイエズス会出身です。で、このような紋章を使っています。周辺には、ローマンカトリックの紋章、そして中央にイエズス会の紋章を描いています。左下にイスターの文様が使われています。八方向に伸びる金星です。まあ、右の方はこれが、イエスの文様と言われてますけど、これは私はパインコーンではないかと思ってますけども、少し形が違うようです。ともかくも、これがイスターの紋章ですね。そして、上を見ていただきたいんですけども、ここに太陽、すなわちシャマシュの紋様を使っています。すなわち、イエズス会では、イエスがシャマシュのことであり、マリアがイスターであるということを知っていたということになります。そして、I と S の頭文字を取って、IHS としたと。まあ、そのように判断できるということですね。なあち、イエズス会、イエスの仲間という意味だそうですけども、イエスの会ですね。いわゆるまあ、マリア教徒化したローマンカトリックに対して、まあ、もう一度イエスの力を取り戻そうということで、イエズス会が生まれたと私、林博士は考えています。まあ、ともかくも、このような形で、イスターイコールマリア。まあ、イスターのあのヘブライ名はマリアですからね。それから、シャマーシュイコールイエスということの、まあ一つの、これも別の帽子ということになります。で、イスターにしてもシャマーシュにしても直接人間と触れたり接したりすることはありませんでした。替え玉を立てました。まあ、例えば、下はミケランジェロの彫った彫刻ですけども、こうした人間の替え玉を間に置いて人間との接触を保っていたと私、林博士は考えています。まあ、いわゆるマリア替え玉説、イエス、替え玉説ということになります。そして替え玉のイエスの方が処刑されるわけですね。まあそれに、シャマシュが心を痛めなかったはずがありません。まあそれについては別のところで説明しましたので今日は省略します。ともかくも左の流れがローマンカトリック、いわゆるバチカンへとつながり、イスターはローマ時代に国教となると同時にですね、4世紀後半に、イスターはイースターと名前を変えます。そして、現在に今でも、イースターをですね、復活祭という風にしてですね、そして、まあ、カトリックでは最大の祭りとして祝っています。ローマカトリックでは最大の祭りになっています。で、これはイースターエッグ、そしてイースターラビットと繋がっていくわけです。ラビットというのはですね、イースターの、いわゆるまあ、シンボル的な動物ということになっています。まあ、そういったことからも、イスターイコールマリア説がつながっていくと私は考えています。で、ウサギについては、まあ、神聖な動物であって、一般には食べるのを禁止されていたと。まあそういった動物なんですね。まあイスターのシンボル的な動物であったということです。まあそういったことを、この論文は説明しています。で、イースターエッグ。てかイースターラビットというのが生まれたわけです。そして、その、まあ、イースターエッグがですね、左の左右の、イースターの、いわゆる彫刻の、いわゆる模様と似ている、ということになります。で、これが本当に卵なのかどうかということなんですけどもね、彫刻によっては先にちょんとね、いわゆるレモンの頭のようなものが表現されているのもあります。ですから、まあ、一応卵とは言い切れないと思いますけども、要するに大切なことは、こうした、まあ、一風変わった、まあ、衣服をですね、イスターが身につけていたということです。そこに注意してください。ここで、1952年9月12日に起きた、ウェストバージニアで起きましたフラットウッドモンスター事件に話を戻します。で、これらの少年たちによって、そしてこの女性によってですね、この人によってですね、こうした似顔絵も描かれました。似顔絵と言いますか、絵が描かれたわけですね。まあ他にも描かれているわけですけども、まあ結構な数の人たちによって目撃されているわけですね。で、こうした絵も残されて、こうした絵を元にして、こうした絵も起こされたということなんです。この絵が今日は大変重要かと思います。というのはですね、この絵が最初に見せました、苦行中のブッダと言われている、まあ、ストダーナ・ゴータマですけども、ストダーナ・ゴータマの絵と酷似しているということです。
まあ、これは現在ですね、苦行中のブッダということで、ブッダがですね、修行中に今、の様子を描いた、表現したものだと言われていますけども、この、いわゆるまあブッダ像と言われている、まあ、一応ここでブッダ像ということにしていきますけども、このブッダ像の顔と、そして、まあ、これも左も右もですね、ブッダ像の彫刻の頭部だけのものと思われます。で、ここに注意していただきたいんですけども、この顔ですね、まあ、左右同じかと思われますけど、右の方がより、まあ、はっきりと言いますか、よくわかりますので、ここでは右のブッダ像ですよね、を取り上げています。で、目の中に注意していただきたいんですけども、目の中にもう一つ目があるように見えます。いわゆる目の中の目ですね。もっと言いますと、オーバーロールヘルメットをかぶっていたということになります。で、これがですね、ブッダでない証拠は、まあ、冒頭で言いましたように、台座のところに、ゾラスター教の神事の様子が描き込まれているということです。なあち、ストダナ・ゴータマは、ペルシャ出身ですよね。お父さんは。で、ペルセポリスの、まあ、には、上のような、世界最古のアフラマズダーのレリーフも残っています。これがブッダではないということの証拠になります。なあち、ブッダのお父さんは、まあ、ブッダ自身も、ペルセポリスの碑文の中に名前がセッタ・アルタという名前で残っています。宇宙の真理の解放者という意味だそうです。そして、ダリウスに追われて、現在のネパールのルンビニへと逃げていきます。つまり、この台座が、ブッダではないという証拠のみならず、ブッダの父親のストダーナ・ガウタマであるという証拠の一つということになります。そして、左右には、南伝仏教の僧の独特の衣服を身にまとった、僧が彫られています。もう一度確認のため、この、苦行中のブッダと呼ばれている像の目に注意してください。何かしら目がおかしいんですね。特に、左上の像の目は黒くて落ち込んでいると言いますか、くぼんでますね。が、どうなっているか明るくしてみましたが、よくわかりません。そこでまあ、右下の像を使ってみることにします。繰り返しになりますけども、頭を見れば、これらの4つの像は、別々の像だということがわかります。が、しかし、皆同じように、くぼんだ目が描かれているということですね。そして、注意深く見ていただくとわかりますように、目の中に目があるのがわかります。瞬膜かなというふうにも判断したこともありますけども、瞬膜は下から上にはありませんのでね。ですから、やはり目の中に目があるということになります。すなわち、これら、これを、まあ、苦行中のブッダと呼ばれている像の像はですね、オーバーオールヘルメットを被っていると、私、林修士は判断しました。そして、冒頭に挙げましたように、そのコンセプトは、イシュターの像と共通しています。今までの流れを追いながら、もう一度説明します。イシュターです。そして、右が苦行中のブッダと呼ばれている像の像です。で、比較してみてください。目の中に目があります。つまり、これら両者は、オーバーオールヘルメットを被っていたと、私、林ヒルヒは判断しています。そして、そのコンセプトは同じであるということですね。すなわち、まあ、イコール、その、イシュターイコール、ストダナ・ゴータマということではありませんけども、同じファミリーの、同じ、まあ、ですか、エイリアンであった可能性は大変高いということです。また、神々の形像を見るまでもなく、同じであってもおかしくないわけですね。イシュターは、いわゆるまあ、アヌを演じる派ですよね。そして、シャマーシュは、まあ、その兄弟ということになります。一方、ブッダのお父さんは、父親のストダナ・ゴータマはですね、ゾラスター教を信じていました。信仰していました。そしてその頂点に立つのがマルドゥックということになります。なあち、マルドゥックの流れを組む、もっと先にはマルドゥックの父親の延期の流れを組む、一派であったということになります。それについての説明も少し前の動画の中でしましたので、またそちらを、興味のある方はそちらをご覧になってください。で、左がレディ・イン・サティマです。右がフラッドウッド・モンスターです。このように関連性を持って繋がっていくということですね。で、ここで重要なことなんですけども、左の苦行中のブッダ像と呼ばれている像と、そしてフラットウッドモンスターの、で目撃された、エイリアンの
まあ、絵とはですね、大変よく似ているということです。今それを皆さんにご覧いただいていますけども、これをどのように判断したらいいかということなんですね。あまりにも酷似していると言いますか、偶然の一致ではありえない、というレベルでね、酷似しているということになります。注意深くご覧ください。そして今度は顔の部分を拡大してみますが、まあ、先ほどの分かりやすい方の写真を使いました。そして比較してみると、これまた違う点がないという点で、よく似てるってことですよね。まあ、これをやはり、同じことの繰り返しになりますけども、どのように評価、まあ、なってきますか、判断したらいいかということになってくるわけです。つまり、左が、まあ、苦行中のブッダ、ガンダラブですね。で、右の方は、1952年ですからね、20世紀の半ばに、ウェストバージニアのフラットウッドで現れたエイリアンということになります。まあ、こうして繋がっていきますと、神々、すなわちエイリアンは、その都度地球を訪れていたということになるのではないでしょうか。で、結論ということになります。イスターです。マリアです。そして、みんな、苦行中のブッダ、イコール、父親のストダナ・ガウタマです。これらの、二人の神々は、オーバーオールヘルメットを被っていました。オーバーオールヘルメットと判断しています。そして左が、イシュタール、イシュタ像ですね。そして、同じ服装をした女神がファティマに現れました。そして右が、やはり、まあ、苦行中のブッダと言われてますけども、ストダナ・ゴータマ、いわゆるブッダのお父さんです。そして、同じ顔を持ったフラットウッドモンスターが1952年9月12日にウェストバージニアに現れました。で、これら両者はですね、同じとは言いません。同じファミリーの仲間であったと、林博士は考えています。つまり、神々は去ったのではなくて、まだ私たちの周辺にいて、その時々において、この地球を訪れているということになります。これが、この動画の結論ということになります。Bye for now. Wikipedia writes as follows.The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 30th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity.This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. According to this report, the event lasted approximately 10 minutes. The three children, Lucia and two other children, who originally claimed to have seen Lady of Fatima, also reported seeing a panorama of visions,including those of Jesus. In her fourth memoir, dated December the 8th, 1941, Sister Lucy copied the first two parts of the Fatima secret word for word, including what appears to be the conclusion to the whole secret. In the end, my immaculate heart will triumph. The Holy Father willconsecrate Russia to me, and she will be converted, and a period of peace will be granted to the world. Vatican version of the third secret released on June the 26th, 2000.
On June 26, 2000, the Vatican released what they claimed to be the third part of the Secret of Fatima given by Our Lady to the three shepherd children on July 13, 1917. But this text contains no actual words of Our Lady indicated by the etc., etc. This event in Fatima, however, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that implies more serious fact that we humans have been under the control of aliens whom you may call gods. 1917年の10月13日、ポルトガルのファティマで、いわゆる踊る太陽事件と呼ばれる、まあ、人間の歴史においてもですね、最大級の UFO 現象が起きます。この続く動画の中で、それについては詳しく説明しますが、その日およそ10万人もの人々がその踊る太陽を目撃します。で、その10月13日の踊る太陽事件に先立って、ルチアをはじめとする3人の子供が彼らが言うところのファチマのレイディに5回、実際にはうち1回は関係によって静止されているため4回会っています。その時、ファチマのレイディに教えられたのがファチマの秘密と呼ばれる3つのメッセージです。第1と第2についてはすでに公開されていますが、第3の秘密についてはそれから83年間、バチカンによって秘密にされました。が、2000年のですね、6月26日にそれが公開されました。今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお見せしますが、内容については様々に議論されています。また、公開された内容そのものが事実と違うと、まあ、広く指摘されています。例えば、ルチアは2時間も証言したのに、それにしては内容があまりにも短い。あるいはその内容を読んで、当時の法王がですね、呆然自失になってしまったというほどですね、まあ深刻な内容ではないということなど、さらに言えば、83年間も秘密にしておかねばならないほど重大な事実ではなかった、などなど。が、ここではこうした議論とは別に、さらに重大かつ深刻な事実が浮かび上がってきました。それを皆さんに今日ここで、この動画を通して紹介します。つまり私たち人間は明らかに私たちが神々と呼ぶエイリアンによってコントロールされているという事実です。わかりやすく言えば私たちの政治そのものがエイリアンによってコントロールされているという可能性が極めて大きいという事実です。ファティマの踊る太陽事件にはそんな事実も隠されていました。そんなバカなと思われる人はほんの15分間だけ私に時間をください。あなたもその事件に隠れている重大かつ深刻な事実に驚愕なさるものと確信しています。その証拠を皆さんにここでお見せいたします。私たち人間は今の今も私たちが神と呼ぶエイリアンによって管理されています。This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. では動画を見ながら説明します。では、ファティマ第3の秘密。これが、まあ、3人の子供ですね。で、このイラストはですね、外国の方が送ってくださいました。ルチアたちが、まあ、証言に基づいてですね、描かれた絵だそうです。で、2000年6月26日に、いわゆる第1と第2はですね、すでに公開されていましたけども、第3の秘密について公開されたと。しかし、内容的には、目新しいものはない、ということだそうですね。で、ルチアがですね、近隣の司教にね、手紙を書いてまして、で、その手紙の内容から、まあ、大体、どのような、第三の秘密がね、どのようなものかということがわかる、ということで、こうした手紙が紹介されています。まあ、手書きのですね、手紙が残っているってことですよね。で、それによると、まあ、ルチアたちがですね、まあ、目の前に、まるで、まあ、その、パノラマのね、ビジョンを見せられたということが書いてあるわけです。で、今日はここではこれがポイントではありません。
まあ、このことについてはね、もうすでに多くの研究家がいろんな角度から意見を述べてますので、私の出る幕はないと思われますが、それ以上に深刻な問題がこの事件の裏に隠されていました。で、これをそのことについて、これから皆さんに話します。極めて深刻なことなんですよ。まあ、このルチアのいわゆるその証言ですよね。証言の中に、実はロシアという言葉が3度出てくるんですね。で、そこに今日は注目していただきたいと思います。で、これがまあ2000年の6月26日に、公開された、待ってますか、バチカン側の、まあ、まあ、なんて言いますかね、まあ、文章ですけども、ロシアが戦争を起こして、ここにロシアという言葉が出てきますね。ここに注意してください。そして、迫害されると。で、苦しみをしてくださいと書いてあるわけですね。いわゆるロシアが、いわゆる侵略すれば世界は滅ぶ国も出てくるだろうということが、ここに書いてあります。なあちですね、なぜファシマで踊る太陽事件が起きたかと言いますと、深くロシアが関わっていたということです。で、そのことを、まあ、三つの秘密の中に、こうした文言として残ってるわけですね。ロシア、ロシア、ね。ロシアは、誤りとともに世界を侵略したと。まあそういうことなんですね。で、ロシア、ロシア。ですから、まあ簡単に言えばロシアを何とかしろ。ということで、ファチマの、まあ、踊る太陽事件が起きた、起こされたということになりますよね。なあち、ただ単なるショーではなくて、その裏には、なってますか、重大になってますか。メッセージが込められていたということになるわけですね。皆さん、いわゆる信者の人たちにですね、ショーを見せるというような、そういった気持ちではなくて、そういったショーじゃありませんけどもね、奇跡を見せながら、大変な事態になってますよということを言って、まあ、注意を喚起したということになるのではないでしょうか。すなわち、こういう形で人間の心を、まあ、動かしたということになるわけですね。それがまた、我々が神と呼ぶエイリアンの目的であったということにもなるわけです。で、これはルチアの手紙ですね。で、まあ、このように天使を見たとか、そのようなことが書いてあるわけですが、もう、まあ、今日は、これについても、まあ、マイナーな問題ということになるわけですね。大きな問題。今日のテーマではありません。今日のテーマは、今言いましたように、ファチマの、いわゆる、まあ、踊る太陽事件と、ロシアが深く絡んでいた。そして、そのロシアに対して、何とかしなさいよ、ということを、言うために、いわゆる、まあ、エイリアンがですね、10万人ほどの人たちの前で踊る太陽を見せたということになるわけです。すなわち、こういう形で、エイリアンは人間の政治そのものを動かそうとしたということになるわけです。まあ、ここが私は重大だと言ってるんですよ。わかりますか？いわゆる、まあ、なんて言いますか、人間の政治に直接、なんて言いますか、こうして奇跡という形で奇跡を見せる、まあ、奇跡ってことになるわけですけれどもね、奇跡を見せることによって、人間の心を、まあ、誘導するというかですかね、動かすと言いますか、自分の目的に合わせて、人間を動かしていくというところに、まあ、私はこのファシマの事件の目的があったというふうに解釈してますけども、まあ皆さんどうでしょうか。このロシアという言葉が出てくるというところに注意してくださいね。じゃあなぜロシアかということにもなってくるわけですけどもね、その理由も今これから皆さんに説明しますが、まあこのような形で、まあ、レディオブ・ファティマがですね、3人の子供の前に、計、まあ6回現れるわけですね。1回は言ってませんけど、ね、その同じ年実は、1917年、ロシア革命が起きるんです。ここにポイントがあったわけですね。ロシア革命が、これはグレゴリー暦で来て3月と11月にロシア革命が起きます。ロシア暦では2月と10月ということになります。もう皆さんわかりですね。同じ年の3月に、ロシア革命が起きている。なあち、この時、ロシアに、まあもちろんですけども、拠点を持つ、正教会、ロシア正教会が、まあ、大変な、まあ、大災害を被るわけです。で、それに対して、まあ、エイリアンがですね、ファチマに現れて、大奇跡を演じてみせたということになります。まあ、これはですね、今、ルチアたちが、6回、まあ、コンタクトしてるんですけど、1回、まあ、5回会うわけですけどね、の様子が書かれたものです。そして、6回目に、例の、ファチマの、いわゆる、まあ、踊る太陽事件へと繋がっていくわけです。
で年表にしてみました。注意深くご覧ください。3月にロシア革命が起きます。そしてその2ヶ月後に第1回目の遭遇があります。ルチャーと3人の子供は、レディー・オブ・ファティマに会います。そしてそれが2回目、3回目、4回目、5回目、4回目は多分会ってないと思うんですけども、5回目、1回は抜けるんですね。人心を惑わすという理由で、官権に逮捕されます。それで5回目になって、そして6回目に、ファティマの踊る太陽事件へと繋がっていきます。で、ここで10万人人が集まった。そして同じ年のその翌月に第2回目のロシア革命といいますかね、11月に革命が起きます。2回目の革命というふうに言われています。で、ロシアで忘れて、ロシア正教会で忘れていかないのがパスハという祭りです。まあ、カトリックでは復活祭と言っている祭りですけども、ロシア正教会では最大の、また最重要の祭りとして言われています。そこで言われるのがイースターですね、要するに。そこで、まあ、卵ですね。イースターエッグというのは皆さんもご存知だと思いますけども、ロシア正教会では、このイースターエッグを大変重要視しています。そして、この復活祭、まあ、いわゆるまあ、にはですね、この卵を、まあ、で祝うってことですね。で、もう一度年表を見てください。3月にロシア革命を起きました。そして、続いて、ファティマで、3人の子供たちが、レディオ・ファティマに遭遇して、そして、ロシアを何とかしろという強烈なメッセージを受け取るわけです。まあ、それに基づいて、まあ、10万人近い人が集まって、そして、まあ、なんて言いますか、奇跡を目の当たりにするわけですね。そして、その間に介在するのが、ロシア正教会ということになるわけです。まあ、そのことを、まあ、ファティマの、レディオ・ファティマは、表現したということになりますから、今、皆さんご覧いただいているのが、ロシア正教会の、イースターエッグです。もうわかりますね。なあち、まあ、はっきり言えば、イスタールがですね、このような形で、ファチマで、奇跡という形で現れて、そしてこのような形で、人間の政治に介入したということになります。これは大変重大な意味を持つわけですね。まあ、これはまあ、神々の形像を皆さんに見ていただいていますけれども、これらは、出陳説に基づいて、少し前私が作ったものです。アノマイテ、エンディル、エンキがいます。で、エンディル一派の中の、いわゆる、まあ、ラム族ですね、の、頂点に立つのが、やがて左のイシュタールですね、イナンナイシュタールです。で、右の方はマルドクへと流れが繋がっていって、そして、まあ、アヌオたちは、まあ、出陳説によればですよ、今から4800年ほど前に、ニビルに、へと帰っていきます。そして残ったのが、イナンナイシュタールと、それからマルドク一派。マルドクの方がサーペンド族ですね、になります。そしてこの二派がですね、互いに戦います。ただ、マルドクとザラストラの関係はわかりませんけども、流れを組んで、ザラストラ、そしてミトラ教へと繋がっていきます。ミトラが生まれた時、三人のマギ、ペルセポルスからやってきて、三人のマギがね、やってきて、ミトラの誕生を祝います。ミトラは、母、アンヒータのもとでですね、諸女解体で馬屋で生まれます。この三番目にいるのが、ついでですけども、ダリウスです。それから、いわゆる、まあ、ターキッシュケープを着て、フリジャブをかぶっています。そういうところから、まあ、これ、ダリウスと判断しました。顔も一致します。なあち、この三人のマギのうち一番先頭右側にいるのが、カンブジア、二番目がストダラ・ゴータマ。なあち、私たちが、ブッダと呼んでいるシッタルダ・ゴータマのお父さんということになります。そして三番目が、ダリウスです。このように、まあ、ここでミトラ教と仏教の接点が生まれるんですよ。で、左が、イナナとシャーマシと組んで、キリスト教を立ち上げます。シャーマシは、ギリシャ神話でヘリオスと呼ばれています。そして、中央にあるのは、これザラストラの肖像です。左が、イエス・キリストの一番古いカッパドキアに残ってる肖像ですね。顔も一致します。まあ、これは一致したというか、キリスト教の方が、まあ、コピーしたということになるわけですね。その流れが、ロシア正教会へと繋がっているわけです。そして、そのロシア正教会が最大の危機を迎えるわけですね。それが、ロシア革命ということになります。それで、まあ、イシュタールがですね、パッパ島に現れて、そして人心を誘導しようとしたということになるわけです。これはまさにですね、我々が神々と呼ぶ、いわゆるエイリアンの直接的な人間の政治への介入の一つの重大な証拠となるわけです。もう一度ここに、ロシアという言葉が出てくるところに注意してください。ロシア。いいですね。ロシア。なあち、ファティマの踊る太陽事件という奇跡は、ロシアを意識して起こされた、まあ、いわゆる奇跡。
く奇跡ということになります。ここが重要です。ただ単なる章を私たち人間に見せたのではなくて、その裏には重大な意図が隠されていたということですね。言うなり言い換えますと、まあこういう形で人間の政治に直接、まあ神々が、我々の神々というエイリアンが直接介入してきた事件が、このファチマの踊る太陽事件ということになります。なあち、まあこれは人間にとっては大変深刻かつ重大な問題かと思います。私は今までですね、直接的にはエイリアンというのは人間の政治には介入してこない、していないもんだと思っていましたけども、この事件が、すなわち、エイリアンたちがですね、直接人間に介入してきたという直接の証拠になります。それがこの証拠の文ですね。こうした伝言も残しています。ついに勝利した、勝ったぞ、私は安堵したぞ、世界に平和が訪れるだろうっていうのが伝言、メッセージまで、エイリアン、いわゆるファチマのね、レディオ・ファチマは残しています。そしてその証拠としてですね、3番目、ロシアは世界に煽り立つ、まあこれは予言ですけどもね、2番目ですかね、大きな光がヨーロッパ中に現れるだろうってことを受けましてですね、実は、その開口現象がヨーロッパ全土で起きています。まあ、こういう形でですね。まあ、これは1938年の1月25日から26日にかけて、ヨーロッパ全土に赤いオーロラが見られたということですね。こうした事件も実際に起きてるわけですね。これも、ファチマの予言通りに起きたということで、当時は大騒ぎになって、まあ、研究家によってですね、このオーロラ現象というのは、ファチマの予言に基づくものだというふうに説明されています。まあ、実際にこういうことが起きたということですよね。ヨーロッパに赤いオーロラが現れたということです。ということで、まあ今日は大変深刻な話をしました。続くビデオもどうかよろしかったらご覧ください。ファチマの事件の謎について迫っていただけるものと思います。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about the Virgin of Fatima. On the day of October the 13th, 1917, almost 30,000 people witnessed, so-called, the dancing sun over their heads, the incident of which they call the Miracle of the Sun, as had been foretold by three children in Fatima. After this incident,Miss Jamenka in Spain wrote to me a mail in which she asked me to check the drawing of the Virgin of Fatima who had appeared in front of the three children to give them her messages. Here you see the representation of the Virgin of Fatima based on the initial descriptions provided by Lucia dos Santos, the largest of the three children who witnessed the appearancesIn 1917, in Cova da Ilha, Fatima, Portugal. 1917年10月13日、ファティマの奇跡が起こりました。太陽の奇跡と呼ばれているものです。その日、3人の子供の予告に従い、数万人の人たちが見ている頭上で、太陽が様々な色の光線を放ちながら踊り始めたというのです。で、この事件について、スペイン在住のジェメンカさんという方より、こんなメールが届きました。三人の子供は、その奇跡に先立ち、聖母、つまりマリアに何度か会っています。で、その中でも当時、最年長だったルシアの証言に基づき、聖母の姿が記録として、つまり絵として残されていたというのです。その絵について、私の方で検証してみてほしいと。で、これがそのルシアの証言に基づいて描かれた絵です。で、画面を見ながら説明します。これがジェメンカさんが届けてくださいました絵です。まあ一般には聖母マリアと言われていますけども、まあ、聖母マリアであったかどうかは私にはわかりません。ともかくもそれと同時にですね、まあ、この絵の載っているホームページを紹介してくださいましたので、そのホームページの、まあ、説明をですね、まあ、スペイン語で書かれていたんですけども、それを翻訳してみました。で、ルシアの供述の、元にですね、こうした絵が描かれたということだそうです。まあ、この3人の子供のうち、向かって一番右側にいるのがルシアさんと思われます。これがその絵なんですね。まあ、聖母マリアと言われています。
で、この絵について、まあ、いろいろと検証していますが、まず最初に思いつくのが、イシュタールです。まあ、ギリシャ彫刻、あるいはペルシャ周辺には、イシュタールの像がたくさん残っています。このイシュタール像と見比べていただきたいんですけども、頭の周りに後輪があります。そしてですね、大変、まあ、奇妙と言いますか、ことにこのボコボコ感ですね。これはイシュタールというのはもともとは豊穣の神でして、まあ、卵をぶら下げていたという説もありますが、まあ、これ卵ではありませんね。卵というふうに、まあ、説明されています。そしてこのローブのような、まあ、ものを身にまとっています。そして足のコンセプトが大変よく似ているということですよね。で、私は、まあ、一致しているわけではありませんけども、この程度似ていれば、ほぼ同じというふうに私は判断します。すなわち、三人の子供が見た聖母マリアというのは、イシュタールの可能性が極めて高くなってきたということです。左右に、まあ、像となっているのは、これはギリシャ彫刻の、時代の話で、彫刻なんですよ。それと同じ、まあ、姿をしたですね、聖母マリアが三人の子供の前に現れて、いろいろと、まあ、なんて言いますか、メッセージを残したというわけです。で、私は、この、まあ、聖母マリアと言われているこの、まあ、人はですね、エイリアンであり、イシュタール、すなわち、イナンナであると判断しました。で、もう一度神々の歴史について振り返ってみたいと思いますけども、これは七神説に基づいて表にしたものです。左がラム族、まあ、レプタリアン族というふうに呼ばれています。右がサーペント、クラン、竜族ですね、延期の方です。で、まあ、このようにですね、二つに分かれるわけですけども、もともと延期の方が兄であったんですけども、まあ、制裁の子ではないということで、地上の支配権はエンディルの方に移ります。エンディルの方はレプタリアン族、そして延期の方は、まあ、竜族ということになります。手がくるんくるんと曲がっているのが特徴です。その、まあ、竜族ですよね。これは、中国に残る女化と福音ですけども、手に直角コンパス、直角定規とコンパスを持っています。そして人間を改造しました。そしてですね、まあ、そのあたりから、エンディルと延期の対立が始まったものと思われます。そしてこの直角定規とコンパスは現在のフリーメイソンのシンボルマークへとつながっています。まあ、延期すなわちプロメテウスは人間にとっては、まあ、なんて言いますか、英雄ということになるわけですね。一方、エンディルの方にとっては悪魔ということになるわけです。そしてエンディルの方はやがてイシュタールと組んでですね、シャーマシュとイシュタールを組んでキリスト教を立ち上げます。そして、まあ、延期をですね、サタンと位置づけます。左上がですね、これイシュタールの紋章。そしてその今現れたのがシャーマシュの紋章です。で、シャーマシュがイエス・キリストと名を語って、そしてキリスト教を立ち上げます。まあ、その前からミトラ教が、まあ、勢力を伸ばし始めるわけですね。それに対して私は危機感を抱いたのではないかと思います。まあ、右の上の図がですね、これはミトラ教の神事の様子です。まあ、この神事の中では、左側に、まあ、エンディル、そして右側に延期、三角形のマークがありますね。現在の、まあ、いわゆる、まあ、フリーメイソンのシンボルマークです。もう一度神々の歴史を別の角度から迫ってみたいと思います。アヌ王がいます。そしてエンディルとエンキがいます。で、エンキは先ほど言いましたように兄ではあったんですけども、まあ、制裁の子ではないということで、まあ、エンディルの方に、地球の支配権が、移るわけですね。そして、アヌ王は、今から、3800年頃前に、いわゆるニビルに、まあ、戻っていったとされます。残ったのはイシュタール、そしてマルドックということになります。で、イシュタールがですね、まあ、やがて、シャーマシュと組んで、キリスト教を立ち上げます。まあ、これはですね、右の方はですね、これは直接的にはまだつながりはわかりませんけども、マルドックの方は、やがてザラスストラ、すなわち、ゾラスター教を立ち上げて、そしてその一派がミトラ教を立ち上げます。その三人の、前にはですね、そのミトラ教の誕生に立ち会います。一番向かって左にいるのがダリウスです。顔が一致します。となりますと、一番先頭にいるのがカンボジア、二番目にいるのがストダーナ・ゴータム、すなわち、ブッダの父親ということになります。そして、ダリウスに追われて、現在のネパール、すなわち、ルンビニへと逃げていきます。一方、シャールと、それからシャーマイ氏は組んで、キリスト教を立ち上げます。で、キリスト教は、そっくりそのままミトラ教をですね、コピーして、立ち上げます。そして、ローマ国教となると同時に、ミトラ教を徹底的に弾圧します。そのイシュタール、当初は、チャーチオブローマはイスター教の祝祭が
強かったと思われます。そして、ローマ時代に、まあ、国教となった後ですね、イスタールは、イースターと名を変名し、現在でもカトリックでは最大の祭りとして祝われています。こうした流れの中で考えていますと、マリアがですね、まあ、イスタールがマリアの名前を語って、そして3人の子供の前に現れたとしても、何ら不思議はないということです。まあ、これがですね、もう一度戻りますけれども、ファティマに現れた、まあ、The Virgin ということになってますね。まあ、聖母マリアです。そしてその姿はイスターの姿と一致している。ここでまた、成功と言いますか、ぴったりと合うわけですね。そしてその衣服はですね、まあ、三人の子供の、まあ、証言に基づいて書かれた、いわゆる聖母の姿がですね、ギリシャ彫刻に表現されている、豊穣の神、イスタールとまた一致するというわけです。まあ、こうして、不思議だと言いますか、連続性を持って繋がっているということはですね、現在の今でも、バージン、すなわち、イスタールは、この地球上のどこか、あるいは、まあ、地球上かどうかわかりませんけども、地球の近くのどこかにいると判断できると思います。この、まあ、なんて言いますか、これをですね、霊的な存在と見るか、あるいはエイリアンと見るか、皆さんの判断にお任せしますけども、続くビデオを見ていただくとわかりますように、もうこれは霊的な存在、すなわちスピリチュアル的な存在ではなくて、明らかにエイリアンですね。ということで、バージン・ファティマ、イコール、イシタールということになります。そして、そのイシタールは、この2000年という時、あるいは2000年以上の時を経てですね、現在の今も、この地球、私たち人間の近くにいるということになります。で、結論ということになりますが、もう一つ、追記しておきたいと思います。これがその、1917年の、前のファティマの様子ですね。この人たちの目線を見てください。みんなこの右情報に向かって目線が向いてますね。ということは、太陽の、いわゆる踊る太陽は、右上方にあったということになります。ほぼ右の上の方ですね。しかし、この杖のですね、影をしっかりと見ていただきたいと思います。赤い線で示したのが、その杖ですけれども、ごぼんやりとですね、かすかに、まあ、影が残ってるかなという感じで、まあ、見えますけども、影かどうかは、実のところはっきりしませんが、拡大していますと、なんとなくこう、ぼんやりとして見えますね。で、この日太陽が踊ったと言いますけども、この影を見てみますと、いわゆるまあ、人々がね、見上げてる、まあ、ダンシングサンの方向とは、影の、まあ、向きが違うってことですね。ってことは、この日私の、まあ、まだ、この図だけでははっきりしませんけど、また証拠を集めてみますけども、太陽が二つあったように思います。なあち、私たちが知って、まあ、元からある太陽とですね、その日、まあ、踊る太陽として現れた太陽とですね、まあ、人々の目線と、そしてこの棒の影が、ややずれているように感じます。ただ、これが影かどうかということは、まだしっかりと、まあ、判別できませんので、まあ、なんとも言えません。当時は曇りでですね、ダンシングさんがその雲を割って現れたということになっています。ですから、まあ、この影の形が、まあ、影とか、影の方向が違うと、本来ならこの左の白い線のような方に影が伸びて、この、まあ、白い線ですね。のように、この黒い影のようなものができていてもおかしくないわけですね。目線の方向からして。ですから、まあ、太陽が私は当日二つあったのではないかと考えています。まあ、これは確かなことではありません。いかがでしょうか？続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the most major UFO witness incident, which occurred on October the 13th, 1917, in Fatima, Portugal. On that day, 10,000 people witnessed the dancing sun in the sky as had been foretold by three children.Wikipedia writes about the incident as follows. The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 13th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity. This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. It was an UFO, or what else do you think it was?人類史上最大規模の UFO 目撃事件が1917年
10月13日、ポルトガルのファティマで起きた、いわゆる踊る太陽事件、あるいは太陽の奇跡と呼ばれる事件です。その日、3人の子供たちの予言に従ってですね、まあ、人々が集まってみますと、踊る太陽が空に現れ、ウィキペディア百科事典によると、3万人から10万人の人たちがそれを同時に目撃しました。それについての動画は、この動画の後につなげておきますから、それをご覧になってください。が、今日のポイントは、この事件そのものではありません。その大奇跡をですね、カトリックの信者でもない人や、若い人たちも皆同時に目撃したということです。写真を見ると、空を見上げながら懸命に祈っている人の姿もありますが、同時に姿勢を崩し、笑いながら見ている人もいます。まあ、新聞記事によりますと、泣きながら祈っている人もいたそうです。さらに、驚くべきことに、遠く離れたところから、ファティマ上空にその踊る太陽を見た人もいるということです。まあ、ベランダからですね、そのファティマの踊る太陽を見た人もいるということです。もしこの大奇跡がですよ、霊的、つまりスピリチュアルなものであれば、こんなことはありえないことです。信者でもない人や、あるいは、まあ、信仰の浅い若い人がですね、ニヤニヤ笑って見てるような頭上にですね、そんな、まあ、奇跡が起きるはずがないということです。が、それでもあなたは、この事件をですね、神による大奇跡と捉えますか？またそのように考えることができますか？それとも人類史上最大の UFO 事件とあなたは考えますか？まあ、どちらであるにしよう、あなた自身でもう一度考え判断してみてください。繰り返しますが、UFO 目撃事件の中でもですね、人類最大の目撃事件といえば、ファティマの踊る太陽ということになります。で、まあ一部分を出ますが、こうしてご覧いただいてますけども、まあその事件の後ですね、1940年代に、カトリックの牧師がですね、このファティマに住んで、そしていろんな人たちから証言を集めたということなんですね。そうした記録がしっかりと残っていて、まあ本にもなったということだそうです。で、この子ですね、ファティマから18キロ離れたところに住んでいたエルシテがいましてね、まあそれは彼は少年時代にそれを見たそうですけども、その証言記録もあります。ベランダからまあなんて言われるか空に見たのではなくて、まあ、水平に見たということでしょうね。そしてですね、太陽自身は、まあ、見上げても眩しくなかったそうです。まあ太陽と考えることの方が無理があるのではないでしょうか。で、今日のポイントはですね、もう一度この事件を考え直してみてほしいのです。つまりここの部分ですね、そこにいた人の中には、信者もいたし、そうでない人もいた。敬虔な老婦人もいたし、そうでない若者もいたということです。まあ、信者の方がですね、そうした奇跡をですね、霊的な意味で見たということはあり得るかもしれませんけども、信者でもない人が見えたということは、まあ、そういうものではなかった、霊的なものではなかったというふうに私は判断します。そして、まあ、エルシは先ほど言いましたようにですね、家のベランダから見たと。そういうふうに、まあ、証言している人もいるわけですね。ということは、太陽ではなくて、太陽とは別の、まあ、UFO であったということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、人類史上最大の UFO 目撃事件です。私は無視できない事件だと考えています。続くビデオをどうかご覧ください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A miracle of the sun, mystery of Fatima. 太陽の奇跡、ファティマの謎。まず皆さんに神々の紋章についての説明をしておきたいと思います。大占領ジャパンです。バチカンです。そしてメッカ、カーバです。これがメッカの旧敷地図です。これらは神が人間に渡す王権のシンボル、すなわちリボンのついた輪を表していると私は考えます。アフラマズダーです。アフラマズダーがどこかの王にその輪を渡しているところです。丸い輪に短冊がついています。
そしてこのシンボルが日本ではしめ縄になったと考えられます。マヤの王の耳飾りになっています。ツタンカーメン王もこんな耳飾りを使っていました。丸い輪にリボンです。王権を表すと考えられます。そしてアンク十字もその流れの中にあり、さらに興味深いことに、ツタンカーメン王の墓から見つかったこの飾り物の中には、太陽の紋章が彫り込まれています。左が聖なる紋章ですね。ジャパンです。やはり太陽をかたどっていると考えられます。では、ファティマへ行ってみましょう。このバチカンから線を引いてみます。90度時計回りに回してみますと 90.0、89.44 でモヘンジョダロに向かいます。反対側 270.0 すなわち 268.96 で、まあ、西になるんですけども、その方向にファティマがあります。中央がバチカンです。まっすぐ右すなわち90度で行きますとモヘンジョダロ、270度で、まあ、西に行きますと、ファティマへ行きます。ファティマは、こういう位置関係にあります。そのファティマへ行ってみましょう。ファティマです。ここで、1971年の10月13日、大変な奇跡が起こりました。ファティマです。現在のファティマです。1917年の10月13日、3人の子供の予言により人々が集まると、目の前で大変なことが起こりました。これは1917年10月13日の様子です。当時のカメラマンがこのような写真を残してくれました。そして人々が待っていると、その奇跡は起こりました。いろいろな説明がなされていますが、予言通りに、まあ信じがたい現象が起きたということが、まあ不思議、謎ということになります。人々が見上げていると、雨が止み、そして雲が裂け、青い空が見えたかと思うと、太陽が現れたというのですね。そして当時の人々の言葉を借りるなら、太陽がダンスを始めたと言います。それが、まあ、ファティマの奇跡、太陽の奇跡と呼ばれているものです。本当にそんなことがあったのか、なかったのか。その奇跡について調べてみますと、ウィキペディア英語版の方で詳しく説明してありました。それを、まあ、訳してみますので、どうかお読みください。
で検証してみますが、太陽のダンスはあったのかなかったのかということなんですね。太陽のダンスはありました。またあったと考えることの方が合理的で自然です。その証拠がファティマに残っているわけですね。これが現在のファティマです。もし嘘や、まあインチキであれば、このような寺院を建てることをこの地域の人が良しとはしなかったはずです。こうした壮大な寺院が建っていること自体がその証拠だということになります。人々がそれを支えたのです。懸命に支えたのですね。それにこの線を見てください。右がモヘンジョダロ、左がファティマ、そして中央がバチカンですけども、真一直線に並んでいます。がそれだけではありません。これが現在のファティマです。そして左がバチカンです。大占領ジャパンです。そしてメッカ、カーバです。このように神々は天から見てそれとわかるような紋章を地上に残しました。ここが神々の領地であるぞという紋章です。つまり私はこれが証拠だと考えます。ファチマの奇跡、太陽の奇跡は確かにありました。その解釈の仕方はいろいろあるだろうと思いますし、さらにその向こうには大きな謎が隠されています。それについてはこの先解明していきたいと思います。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye.
you